驚愕。ナンバーアンダーラインアイのゴートが WPVR チャートを制覇。ファンの熱狂が生んだ奇跡とはナンバーアンダーラインアイゴートが1位に輝いた理由とファンの熱狂。2024年5月19日、WPVR の最もリクエストされた曲トップ25の結果が発表され、ナンバーアンダーラインアイのゴートが見事に1位を獲得しました。 このニュースは瞬く間に SNS で広まり、ファンからの祝福のメッセージが殺到しました。この成功はナンバーアンダーライン愛の才能だけでなく、ファンの情熱とサポートの賜物です。音楽は人々をつなぐ力を持っています。それは感情を共有し、共通の経験を通じて人々を結びつける魔法のようなものです。そんな音楽の世界で、 最近注目を集めているのがハッシュタグナンバーアンダーラインアイとそのヒット曲ゴートです2024年5月19日のハッシュタグ WPVR チャートで最もリクエストされた曲として見事に1位に輝いたこの曲は多くのファンの心を捉えていますこの成功の背後には何があるのでしょうかそしてどのようにしてハッシュタグナンバーアンダーラインアイはこの偉業を成し遂げたのでしょうか 音楽は人々をつなげ、感情を共有する強力なツールです。特に、アイドルグループやアーティストのファンは、彼らの成功を自分のことのように喜びます。ナンバーアンダーライン愛のファンも例外ではなく、SNS 上での祝福の声は、彼らの深い愛情と応援の証です。例えば、あるファンは、ナンバーアンダーライン愛おめでとう。ゴートが1位で本当に嬉しい、と投稿しました。 また別のファンはキングプリンスの曲も順位が上がって嬉しいと他のアーティストへの応援も忘れませんこのようなコメントから音楽がどれだけファンの心に響いているかが伺えますゴートはハッシュタグナンバーアンダーラインアイの最新アルバムのリードシングルとしてリリースされましたこの曲はメンバー全員が共同で作詞作曲を手掛け彼らの成長と変化を反映した作品です 歌詞は挑戦と勝利、友情と絆をテーマにしており、多くのリスナーが共感できる内容となっています。ナンバーアンダーライン愛がここまで成功を収めた背景には、いくつかの要因があります。まず、彼らの音楽の質の高さと多様性です。ゴートは、その独創的なメロディーとリリックで多くのリスナーを魅了しました。さらに、メンバー個々の才能とパフォーマンス力も大きな魅力です。 また、ファンとの強い絆も成功の一因です。SNS を通じて、ファンと直接コミュニケーションをとり、彼らの声に耳を傾ける姿勢は、ファンの忠誠心を高めます。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、定期的にライブ配信を行い、ファンとの交流を大切にしています。GO との成功には、巧妙なプロモーション戦略も一役買っています。 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイの公式 SNS アカウントでは、リリース前からティーザー映像やメンバーのメッセージを頻繁に投稿し、ファンの期待を高めました。また、ラジオやテレビ番組への出演も積極的に行い、幅広い層のリスナーにアピールしました。日本の音楽シーンでは、ファン文化が非常に重要な役割を果たしています。ファンはただの消費者ではなく、アーティストの成功を支えるパートナーです。 例えば、ランキング投票や SNS での拡散、コンサートでの応援など、ファンの活動は多岐にわたります。今回の WPVR のランキングでも、ファンの協力が大きな力となりました。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインラジオ応援や、ハッシュタグニューヨークでナンバーアンダーラインアイアンダーライントップ25入りといったハッシュタグが拡散され、 世界中のリスナーがナンバーアンダーライン愛の曲をリクエストする動きが見られました。このように、ファンの熱意と行動がランキングに直接影響を与えています。音楽業界は常に変化し続けていますが、ファンの存在は不変です。デジタル化が進む現代では、SNS やストリーミングサービスが普及し、ファンとアーティストの距離がますます近くなっています。これにより、 アーティストはより直接的にファンの声を聞き、答えることができます。n ンバーアン Underline I の成功は、この新しい時代における音楽業界の可能性を示しています。ファンとアーティストが一体となり、共に成長していく姿は、多くの人に感動を与えます。n ンバーアン Underline I の GOAT が WPVR の最もリクエストされた曲で1位を獲得したことは、 彼らの音楽とファンの力を象徴する出来事です。この成功は音楽が持つ力とそれを支えるファンの情熱を再確認させてくれます。これからもナンバーアンダーラインアイは素晴らしい音楽を通じてファンとの絆を深め、さらなる高みを目指していくことでしょう。そしてファンもまた彼らの成功を共に喜び、新たな伝説を作り上げていくことでしょう。 最後に読者の皆さんにも問いかけたいと思います。あなたにとって音楽はどのような存在でしょうかそしてあなたが応援するアーティス。2024年5月19日、ハッシュタグ WPVR チャートで g o トが最もリクエストされた曲として1位に輝いたことは多くのファンにとって大きな喜びでした。特にニューヨークでのリクエストが多かったことは ナンバーアンダーラインアイの国際的な人気を示しています。ファンは SNS で喜びの声を上げ、ゴートの成功を祝いました。この快挙はナンバーアンダーラインアイだけでなく、他のアーティストにとっても刺激となりました。キングプリンスやバリスティックボーイズなどの人気グループもチャートにランクインしており、音楽業界全体が活気づいています。特に、 キングプリンスのファンからはナンバーアンダーライン愛との友好的な競争を楽しむ声も聞かれます。ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らとファンとの強い絆によるものです。ライブパフォーマンスや SNS を通じて彼らは常にファンとの交流を大切にしてきました。ファンは彼らの音楽だけでなく彼ら自身の人柄やメッセージにも共感し応援し続けています。 また、ナンバーアンダーライン愛の成功は、日本国内だけでなく、国際的にも大きな影響を与えています。彼らの音楽は、言葉の壁を越えて、多くの人々に感動を与えています。ニューヨークでの人気は、その一例であり、今後もさらに多くの国で、彼らの音楽が広がることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の成功は、音楽の力を再確認させてくれます。彼らの音楽は、 挑戦と勝利、友情と絆といった普遍的なテーマを通じて多くの人々に勇気と希望を与えています。今後も彼らがどのような新しい音楽を生み出し、どのようにして世界中のファンと繋がっていくのか非常に楽しみです。あなたはハッシュタグナンバーアンダーライン愛の音楽にどのように影響を受けましたか彼らの次のステップに何を期待していますか音楽が持つ力について、 あなたの意見をぜひ教えてください。この物語を通じて、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の成功と音楽の力について深く考える機会を提供できれば幸いです。音楽は私たちの日常生活に彩りを与え、心を豊かにしてくれます。これからもハッシュタグナンバーアンダーライン愛の音楽を通じて、多くの人々がつながり、感動を共有していけることを願っています。